ト忘れていく。ロボロお前最強アイテム。そう、これで何人たりとも近づけない。これが機動隊になるや。これワンチャン落ちて死ぬから怖い。そうやね。ランダムアイテムとかもゲーム外れから食えんやったっけ。えその場合スタートこれ来てないと言ってくる。あ、そう、外れもあんねん。あ、外れもあんのか。はい、外れは何も来えん。君ほんま斧持ってんちゃうんか。お、お、ゾムさん、何いいの、おめぇ、はい、おめぇ、何持ってんだよ、一緒に。ちょっと一定距離保ってもらっていいですか。一定距離を、一定距離保ってもらっていいですか。目立ちに行こう、目立ちに行こう。お前近づいてガチ恋距離行ったろからな、どっけや。逃げる。時代はまだ見えないね。共犯あんま働いてないんか。あー、そういうことやな。いや、大先生共犯あるな、あるな、あるな、それ大先生あれねな、無作為に殺されたときに限って共犯あるあるやからあるあるやな。やっちゃったかな、無作為に殺されるえ、ね、大先生な、なんかちょっと共犯とかで頑張らなあかんときに限ってなんか知らんけど、鬼に無作為に殺されて あれ、無事割り無事悲しいよな、あれ。あ、お、あ、お、もしかして共犯が殺してくれたかな。あ、ちょっと待って、チーノ死んだか、これ。え、これ誰、え、あ、死にましたね。あ、うん、あ、DDR が一人になってしまった。あれが殺したんやで。全部殺したんやで、君が。ちょっと日頃のストレスが溜まっていて、むちゃくちゃしてしまった。何があったんや、ほんまに。ちょっと待って、まだあの900秒にすらなって、んてか、コーツ、そういや1000秒を超えたから1個って見えたもん。ん？あれ、エミさんか。とりあえず、村側と合流しなければ。確かに。じゃあ、クォーツあげるんで合流しましょう。いや、うん、村じゃないじゃん。手に何持ってんの、それ。クォーツ。嘘つけ。遅くなってる。まあ、それ絶対シュッってなるやつやろ。シュッって。あ、じゃあ、斧の横にクォーツ配置し直すか。わざわざそんなことしなくていいんだよ。てかそもそも F 使って二刀流にした方が早いのでは。天才やと。変なこと教えんでええんやと。いや、もしや共犯か。あの左手に斧を持ってあのクォーツで間違え。ああ。あ、見つかったよ。助けて。どこで見つかったんだよ。どこや。トランプフロアイズショッピー。全然横に距離が、あ、おった。一回ね。待って、美味しくない。どの辺や。今あの中央。一回中央。一回中央。見ていく。あと頑張れ。一回中央。頑張れ逃げるやん。ちょっと足早いっすよ。もうちょっとでかいにしてくださいよ。同じ速度のはずなんだよな。ブリブリのうち。ん？なんか見えたって今。誰か一階に。あ、え？何？え？誰？お前ゾム、お前。目をかかる。ちょ待って。ゾム、お前今日はおるやんこれ。あ？いや俺じゃないで。いや、だって目の前で地雷爆発したで。え、死んだのは誰？エミさん？多分エミさんちゃうかな。階段のあたりで爆発したから。いや、俺見てたからここで爆発したやつ。
以上。トン、これトント生きてる？あー、美味しい。ふー、やばいな。いや、俺これ共犯ロボだと思ってるから。すげえよ、絶対そうじゃねえか、これ。ちょ、待って。ロボさん、共有しましょう。やべえ。ちょ、マジで。ちょっと待って、これ本気でまずい、本気でまずい、これ。いや、ほんまに俺人間やから。すげえんだよな。ほんまに。マジ信じてくれよ。いや、お前信用したらろくな目に合わないもん。だってやで。いや、ひどない。ちょっと待って、これ。あー、秒数稼ぐしかないか。いや、俺は隠れるぞ。あ、3個ですね。あ、そっか。もう3個あるのか。あ、ショビ様。あ、ザブさん。2個もらっていいですか。おーい、はい、これで4個ですね。あざーす。ですよねー。ですよねー。かー、言うたよ。もうええって、もうマジ。もうどうしたやねん、これ。どこ？これどうしたらいいや。どうしようかな。隠れても得することないよ。そう。うるせえ、こっちだって隠れたら武器が手に入んだよ。ちょっと、あー、ちっこいからな。せやろ、見つけられへん。あの下とかに隠られたらもう分からへんからな。確かに、そこまでは見てなかったな。うーん、でもあれだよな、これ仮に武器できたとして2対1でしょ。で、ゾムショッピでしょ、勝てんのこれ。あ、そう思えたらもう、じゃあ潔く負けよ。いや、決闘して勝てるかもしれん間に勝ちましょうよ。いや、だから決闘して勝てねえから今持ってんだよ。いや、今やったらちょっと手加減しますよ。あ、手加減するよ。ほんと？また油断してますよ。ほんと？ほんと。めっちゃ油断してる今。かっこいい。だってさ、そんな上ずった声で笑いながら言われてもさ、お信用できないじゃん。でもそこも油断してるっていうポイントですよね。そうどうせ負けるわけないっていう。なるほどね。いやーロールさん、何？いや、ちょっと楽になろ。もう疲れたやろ。いや、正直ね、楽には早くなりたいよ。そう、うん。あー、合流したんか。一旦そっち側行こう。そうですね。カーンととか聞こえるから、あー、あれで策定しますか。あー、やるか。なんか、あ、なんやろ、左右は分かるけど上下が分からへん。うん、どっちやろ。いや、怖い。あ、ち、どうした。いや、ちょっとワイも食おうと思ってるからゾムさんで役やってますよ。あ、でもよく考えたら俺も食うっすね。使ってなかったわ。なんやこれ。うるせえ。そこに読んでんだ、わかった。でもジョーからんくらい、うん、わかるんじゃない。わかった今。いや、ごめん、合ってるかわからん。よく考えたら知ってる。これ俺もこういうふうに渡したらいいんじゃないか。あー、確かに。遠距離か、これで2体かかってこいよ。あれ、マジで分からへんな。ゾンさん、俺クォーツ持ってるんで渡して。いや、もうちょっとクリアしましょう、分けるんやったら。ね、これどうやって攻め込んだらいいよ。ちょっと待って、ミド、これ俺ちょっと冒険しに行っていい？あ、いいですよ。いらっしゃった、あと頼む、行くぜ。あー、間違えた場所。ここじゃないよ、行きたいの。あれ、でも、そういう、どこにおんねんの、あいつ。ここにいるよ。ない。どこ？え？ここにいます。
ここにおるやろなって思ってんけど、いねえな。おい、長引かせるじゃねえか。いいぞいいぞ、長引かしていく。あ、じゃあトントンを倒したらもうショッピングな。そうですよ。あん？ん？どうした？いけない。それはいけない。いけない。映画館の裏におったんか。来いよ。うわあ。耐えてくれ。ヘイヘイ。ヘイバイン。ちょっと赤いゾムが来るか。わかるけど超ミラクルショットやってる。いや、今のはすごい。画面プレプレやったもん。いやでも宇先生の犠牲がなかったらね、最初に気づけなかったからね。そう、なんかでも一発目スカッとったでしょ。あれなんでやったの？あれポーション持って殴っちゃった。あ、ほら。それでか。あ、俺なんか、あ、なんだお前ちょんじゃれるなじゃれるなと思ったの。あの。そんなこと。なるほどね。